ただいま。今日はね、店暇やった。店きれいに掃除したりとか、商品の片付けとかたくさんできた。そしたら今から東大阪市で服飾店を営む田中良二さん。先月1日、妻の芳子さんを亡くしました。田中さん夫婦を初めて取材したのは今年4月。布団に横たわっていたのは夫の良二さんでした。点滴してだいぶ楽になりましたよね。十分楽になりました。ねえ、はい、点滴するまでもうぐったりしたから。最初はもう死ぬと思いました。ほんまに。そこで倒れて、意識なくなって倒れて、もうずっともう居抜けなかったからね。吉子さんも感染が確認されていましたが、この時は軽症で、良二さんを看病しながら夫婦で自宅療養をしていました。必死でね、保健所にも毎日毎日電話して、どうですかどうですかって言ってもなかなかね、当時は第4波のピークに向かう頃で病床が逼迫。大阪府の自宅療養の患者は一時1万8000人を超えていました。幸い夫婦のもとには近隣の医師が往診に訪れ治療していました。しかし、僕の体もそうなんですけども、うちの奥さんもやっぱり陽性だったんで、それが一番心配ですよね。まあ、私はまあある程度山を過ぎたかなって自分では勝手に思ってるので、それに彼女はまだね、今悪くなってってる途中だからね。そんな感じに見えるのでね、それがまあやっぱり一番心配。お父さんはちょっと峠越えたかなとおっしゃってたけど、峠に向かってるね今ね。しんどくなってちょっと。ああ、やってるかな。この言葉通り、良二さんと入れ替わるように芳子さんの症状が悪化。往診した医師は病状の急変を目の当たりにしていました。奥様が全身倦怠感が強まって、ちょっと動くと息がしんどいという状態になったので、当院で CT を取ったんですね、はい、この時点で中等症の1ですね。ただまだ酸素は下がっていませんでしたし、まだ動けていらっしゃったので、まあ、このまま悪くならずにいっていただければと思ってお薬を処方しておりました。でところがですね、たった2日後です。こうずっと胸膜沿いに白い影が広がっています。でもこの時点で中等症2と判断をして、ステロイドを開始しました。芳子さんが入院できたのはさらにこの2日後。血中の酸素濃度が急激に低下し、救急搬送されました。会話は、もちろん喋れないですからね、はい、でも口パクで、何かを訴えてきてくれたりとか、僕はもう夜も寝んとずっといてるじゃないですか。彼女は言うのはな、バカバカ言うんですよ。どうしたのバカバカ言うて、でよう聞いてたら、なんでそんなバカなことするのって彼女は言うのね。もうずっと付き添って、あんたも体悪いのにとかね。逆に私のことを気遣ってくれてるんやなとか思ったりね。そうかと思ったら、もう今日は疲れたから、もうちょっと今日は帰って寝ようと思うね、いいかなって言ったら、ぶわーっと首振るんですよ。いててほしいのって言ったら、こなして言うんですよね。あ、やっぱ寂しいんやなとかね、怖いんやなとかと思ってね。良二さんは懸命に看病しましたが、1ヶ月の闘病の末亡くなりました。もっと早く入院できていればと思わずにはいられません。僕の方は、死ぬような感じやったのに、なんであの時こんな元気やった彼女が僕と逆にね、そういう風になってしまうのかっていうのが、今考えてもね、なんか悔しいですね、はい、中等症2になった途端に入院できていれば、ちょっと、結果が変わったのかどうかも今となっては分からないんですけれども、
2日経ったっていうことが、まあ、この方の場合は重症で入院してしまう結果になって、まあ、引いてはやっぱ手遅れになってしまったっていうことが残念でした。コインバッグ、可愛いでしょ。コインも好きだったですね、彼女は。よしこさんと共に服飾店を営んできた良二さん。長いですよね、もう一緒になって45年じゃないですか。それもずっと一緒やったから ね、もう一度一緒にやりたいですね。